さん、こんにちは。購入したね、臨海線の、車両にね、付属品つけていきたいと思います。こちらでございます。あ、間違えた。これ新幹線だ。こっちだ。こちらでございます。98289の、6両増結と、98288、4両基本の臨海線でございます。まあ、結構ね、マイクレースが臨海線に移動出してたんでね、まあ、今更感はありますが、まあ、結構トミックスにはありがたいかなと思いますね。ってわけなんで、貼っていきたい、付属品の方をね、取り付けていきたいと思います。今回、前面パーツに関してはどうしようかな。よいしょっと。交換しようかな。これじゃ荷物押しても大丈夫か。ちょっとね、まぁ、ちょっと大丈夫な範囲でやってください。まあ、こんな感じの、車両セットでございます。インレットに関してはね、まあ、こんな感じで前回も紹介しますんでね、省略します。今、省略ってことが出るのだった。まあ、ちなみに今回はね、前面のアンテナ2種類、1種類、どっちじゃこら。どっちじゃこらっつって。前面のアンテナつけて、説明しよう。そうですね、前面のアンテナ3箇所が、列車無線アンテナ A と、B。で、信号変換で、後ろの方にもつけるんだね、列車無線アンテナ B を2個。結構なパーツの量だね。まあ、それぐらいかな。あと、パンタグラフに開きですね。まあ、これ取り付けていきたいと思います。ってわけなんで、すいませんが、ちょっと増結セットの方からね、付けたいと思います。増結セットの方で開き2個つければ済むんでね。多分そっちで大丈夫だよね。多分列車無線アンテナは、全部先頭車両だけだよね。よいしょ。まあ、今回付属品取り付け。普通に列車無線アンテナは先頭車両の、ね、後ろ側みたいですね。なので、まあ、普通に増結セットのね、開き2個取り付けて、一旦これはこっちで尺終わらしたいと思いますね。今回使うパーツはね、真ん中のパーツのはずでございます。多分209系と一緒だからそうだよね。そうですね、真ん中のパーツでございます。取り付け方はこうだよね。OK。では行きましょうかね。ではまあ付属取り付けしながらね、まあ、前回の動画と同様に、まあ今のね、まあ、最近のニュースのこと、まあちょっとちらほら行きましょうかね。まあ普通に煽り運転と、まあ、バカッター関係のことは言ったから、今回どうしようかな。まあ、じゃあ、虐待にしましょうかね。まあ、虐待しましょうかねっていうのもあれなんだけど。まあ、ほら、今、虐待っつったらさ、松戸の、小学4年生かな？わかんないけど、3年生か4年生ぐらいの、10歳か多分そうだと思うんですけど、女の子がほら、まあ、両親っていうのか、ほぼ父親からの暴力で、まあ、自殺しちゃったって件なんですけど。なんだろうね、あれ。まあ、嫁さんはね、嫁さんで、旦那からの DV 悩んでたって言うけど。まあ、俺、てっきりほら、こんなことだけど、下の妹がさ、ニュースで報道されて、なんか2歳とか1歳で、なんかちっちゃいって言ってたから、俺、てっきり嫁さんか旦那さんの連れ子だと思ってたんですよね。あ、特にほら、自分の子じゃないとさ、可愛がらないっていうのが、まあ、今の世の中あるじゃないですか、結構。まあ、まずね、パーツ取り出します。普通にこれ、ポキッと折っちゃって大丈夫です。まあ、あるじゃないですか。自分の子じゃないとあんまり可愛がらないっていうのが。まあ、むしろあと、ほら、上の子は可愛がっても下の子は可愛がらないっていう、まあ、あんまりアニメの名前で言ったら面白いけど、ほら、野原家とかさ、あれもほら、典型的に上の子可愛がらず下の子ばっかりっていうさ、まあ、ああいうのがおそらく非行とかさ、まあ、あれも多分おそらく野原家もあれ虐待って言ってもいいと思うんですけどね。おそらく今、犯罪が立証されないアニメって多分ないと思うんですけど、忍たまぐらいしか。あ、そんなくったらないことで。まあ、俺、個人的にね、なんだろうな。まあ、虐待がいいか悪いかっていうと、俺はグレーゾーンだと思うんですよね。確かにほら、子供をさ、殺した時とかはさ、それは本当にまずいかもしんないけど、正直にさ、なんだろうな。まあ、今ほら、虐待って言われてもさ、なんか俺も正直ほら、虐待って教育の一環だと思ってたんですよね。あんまり言い方良くないと思うんですけど。なんだろうな、ほら。まあ、俺は、ゆとりの世代なんで、バリバリ。まあ、あんまり、こういうのが、まあ、俺の世代でこういうことしてることにすると、まあ、昔の、まあ、てか、俺の親の世代ってほら、まあ、スパルタ教育って言葉あったと思うんですよ。普通に親に殴られてなんぼ、学校の先行に殴られてなんぼ、っていう世代だと思うんですよ。でもなんか、それが違うんですよね、世代が。だからまあ、言い方でいいけど、ほら、町田の総合高校の、教師がぶん殴っちゃったやつも、おそらく多分スパルタ教育で育った世代だと思うんで、まあ愛の無知でおそらくね、手が出ちゃったんだとは思うんですよ。俺だからね、ケースによってはね、ある意味言っちゃうけど、教師の、暴力も、まあ暴力で言ったら申し訳ないけど、ある意味、ケースバイケースではしょうがないと思うんですよね。
まあ、ただそういうのを本当に認めたら世の中がね、本当に腐るんで、あんまりそういうことを言っていい言葉ではないと思うんですけど。ただね、まあ、時と場合によってはね、まあ、ただあの場合はね、あのまま生徒が止めなきゃ多分ボッコボコまでやってた可能性もあるんで、本当にケースバイケースではしょうがない時もあると思うんですけど。まあ、しかもあのほら、松田の件って、一回あのご夫婦離婚してるみたいなんですね、ニュースで言ってたのが。まあ、だから離婚してて、まあ、くっついたパターンだから、まあ多分、あんまり声出しないけど、多分奥さんが俺ね、旦那に洗脳された気がするんですよ。まあ基本的になんていうのかな。まあ DV って普通のいじめとかさ、ああいうのと、まあ、似てるようで若干似てないっていうのが俺の個人的な意見なんですけど、まあ、なんだろうな。普通のいじめとかはさ、まあ、やってる奴らは遊び半分かもしれないけど、まあ、普通にね、被害者側からすれば、まあ、暴力なんで、あれは本当にね、いけないんですけど。ただ、DV の場合って、なんだろうな。まあ、被害者がどう思うかなんですよね。多分だから今回の松戸の奥さんの件でいくと、まあ自分がバカでどうしようもなくて何回注意しても治んないから、まあ夫がブチギレたって思ってるかもしれないし、まあ多分その件だと思うんですよね。一回離婚しててくっついたってことは。だからまあ DV って結構根深いんですよね、原因としては。だからまあ、まあ、あんまりこういうこと言っちゃうけど、奥さんは多分あれじゃない？自分が過去に DV になってたから、またその、なんつうの？被害者になりたくないから、おそらく加害者に回ったパターンだと思うんですよ。だから一番言っちゃ悪いんだけど、その辺に関してはね、いじめのあれと一緒なんですよね。自分がいじめられてて、他の奴がいじめられていると一緒になっていじめるっていうなんかクズなやつたまに出ると思うんですよ。あれ見てるとね、いじめられた奴の気持ちわかるんですけど、いじめで回ってる時って。あれ、ほんとクズだなって思うんですよね。だから多分今回のあの松戸の件で多分それだと思うんですよ。自分が守られてる、ああよかった、娘犠牲になってる、私大丈夫だと思ってたと思うんですよ。多分俺だったらそう思うかな。まあ、俺だったらって言ったらまあ言うんでみて語弊があると思うんですけど。俺だったらまあ、なんつうの、まあ俺が女の立場で旦那からの暴力に悩まされてて、まあその暴力がさ、まあ自分が腹痛めてね、産んだ子かもしんないけど、自分に害がなければまあ子供の1匹や2匹、犠牲になってもいいわって多分俺だったら思うと思うんですよ。完全にそこまでやられてたとしたら。だからまあ奥さんも被害者であり加害者なんでね。まあかわいそうな部分もあるっちゃあると思うんですけど。まあ自業自得だろうなっていうのが本音ですよね。でもかわいそうなのはね、なんか沖縄？沖縄にいるのかな？あの奥さんのご家族わかんないけど。もう沖縄のどっかにね、もう昔は住んだらしいですけど。だからかわいそうなのはね、奥さんの身内じゃね？ご親族？ご両親？わかんないけど。まあ、親族の方が一番かわいそうだと思いますよ。自分の娘が被害者から一転、まあ場合によっては加害者でね、まあ立件はされちゃったから今後、まあ精神不安定がどこまで認められるかにはなると思いますけど。やりきれねえだろうな。まああれに関してはほら、どこだっけ？松戸の養護施設じゃねえ。施設だからいいのか。なんつうの？ああいう施設って。俺、あんまりそういう施設なのか、まあ、昔からいいとこって施設って言われたから、俺もその名前で覚えちゃってるからさ、あんまり詳しいことわかんないんだけど。まあ、あれはな、ほら、施設職員の、まあ、対応も若干不備があったかもしれんけど、大体都会ってさ、ほら、ああいう、なんつうの、親のネグレクトとか、まあ、家庭内暴力とかさ、いじめとかで非難してくる子って多いんでさ、確かに対処しきれん、仕方がないと思うんですよ。ただああいう時って一番最初に言われるのが、お役所なんだからちゃんとしろって言われるんだけど、お役所って意外とね、人件費削られるから大変なんですよ。多分って言ったらあれかもしれないけど、結構大変だと思いますよ、俺個人的には。まあでも本当に死んだね、あの女の子には申し訳ないけど、あの女の子はね、死んだことによってね、これから全国のね、あの親にいじめられてる子たちの、まあなんていうの、その保護環境とかね、多分変わると思うんですよ。今回の件のおかげで。そう考えるとね、あの子の尊い命をね、犠牲したことに関してはね、これから先同じようなことが起きないようにするためには、
まあ、致し方ないって言ったらね、本当に問題かもしれないですけど、まあ、しょうがないのかなと思うんですよね。運悪かったとしか、まあ、本当にこういうこと言ったら、ね、申し訳ないんですけど、死んじゃった子には。まあ、俺結構、自分より下の世代の子とかがさ、なんか亡くなった人とかわいそうだなと思っちゃう世代なんですよね。まあ、こんなこと申し訳ないけど、ある程度さ、年いったさ、まあ、ご老人連中したら申し訳ないけど、ああいう人たちが死んだ時にはさ、もう人生十分歩んだでしょって思っちゃうんですよ。ただまだ10歳だからね。10歳だっけ？わかんないけど。まあまだ2分の1成人式やったかやらないかぐらい。そうなってくるとなんか本当にかわいそうだなっていうのがね。めっちゃ本音なんだよな、あの女の子に対しては。まあ、運が悪いご両親のことに生まれちゃったのが運の好きだったら本当に申し訳ないかもしれないけど。で、なんか警察庁のデータだと、今回の松戸の件で調べてみたら、結構なんかほら、家庭内暴力とかの被害に遭ってる子が多いみたいでさ。大変だね、本当に。やっぱり思うのはさ、まあ、本当にね、こんなことだけど、今の日本を築いたさ、ご老人連中のさ、には申し訳ないけど、ああいう年寄り連中の年金、ざっくりカットしちゃってでもいいからさ、ああいう若い世代、これからの日本をさ、担っていく世代にさ、もうちょっと税金使ってほしいなっていうのが、まあ、俺の個人的な意見なんですよね。だからほら、去年の成人式か、晴れの日の件で、横浜とかもろもろ話題になってましたけど、俺としてはね、やっぱりああいう風にはね、税金使ってほしいなと思っちゃうんですよね。まあ、変わってるね。まあ、確かに。まあ、自分がでも年寄り世代になったら、まあ、話は変わっちゃうと思うんですけど。まあ、ただ俺が今はね、若い世代だから、まあ、若い世代でもねえけど。まあ、ああいう風にね、成人したり、まあ、なんていうの、片親世代だったりっていうのはね、まあ、もうちょっとね、どうにかしてあげてほしいかなと思うんですけどね。ただ、そういう団体のために寄付するかって言われたら、わしはしない。わし、そういう寄付はね、あんまりしたくないもん、ね。申し訳ないですけど。そんなこんなんでね、まあ、列車の線アンテナつけていきましょうかね。まあ、普通に平行きなんかね、普通に無言で取り付けちゃって申し訳ないですけど。ここにね、穴があるんで、ここにね、列車の線アンテナ出していきます。向きだけはね、気をつけましょうかね。で、ちょっと抜けやすいようだったらね、接着剤かなんかつけた方がいいかもしれないですね。まあ、ちょっと後で接着剤かなんかつけてみてもいいと思います。もう一個つけるか。こんな感じかな。こんな感じで列車もシャンテの2つつけて。そしたらね、こっち側にもね、ここの上の部分、ここにね、1個つけて、いいんだよね。そうですね、ここに1個つけるの。で、左側にアンテナ A か。じゃあもう1個切り出さないといけない。おうち。ただ今回あれだね、列車無線アンテナが2両分か。これ多分こっちもそうだよな、ね。そうっすね。先頭車両がさ、合計3個使わなきゃいけないから、ランナーが1個多めに付属してるっていうのはなんかありがたいね。おかげでほら、列車無線アンテナと信号変換も予備パーツがいっぱいつくし。今回のセット、これなんかいいね。個人的に。もう1本ぐらい買ってもよかったかなーと思うんですけどね。どうなんだろう。こんな感じかな。これね、もし緩いようだったらね、軽くゴム系の接着剤だったらね、つけてみてもいいとは思いますけどね。で、したら普通にね、列車無線アンテナ A。列車無線アンテナの A に関してはね、普通にこれ指でパクパクってやるとね、取れるんで、なくさないようにね、ここの穴の中にこれ差し込んで、見にくくて申し訳ないですけど、ここのね、穴の中に差し込んで、でこれね、列車無線アンテナ A の方に関してはね、こっちの左側の穴でございますんで、側にちょっと刺すとこんな感じでね収まりますんで、結構ね今回はやりやすいですね。それね、反対側っていうか、もう一個のね右側の名前なんだっけ、信号変換か、信号変換も降りて穴の中にね入れてあげて、
構差しやすい方だね。どちらかというと。まあこんな感じか。俺にしてはうまくいったんじゃない？今まで俺結構トミックスの新年間で苦手で、だいたい1回につき2、3本なくすんですけど、今回一発でうまくいったから。よかったな。よいしょ。ゼロ件どうしようかな。一応今これがそのままついてるんですよ。あの、新木場行きだっけ。81番の新木場行きか。新木場行きだから多分あれか。普通に大宮方面から来るやつも、途中から新木場行きになるのかな。で、普通に大崎始発も新木場行きなんで、ね、まあ一旦は81番の新木場行きで、そのままにしときたいと思います、ね。あとはマイクレースが持ってるやつがちょっと何番か確認して、ステッカー貼り付けとかね、また後日にしたいかなと思います。そしたらとりあえずこいつ袋に戻して、ではね、最後の1両もね、とりあえずやっていきましょうかね。これはこのままこっち使っちゃうか。先にパーツ全部切り出しましょうね。で、どこまで出したっけ。でも奥さんがあれか、奥洗脳されてるかもしんねえ、まだ言ったか。うん、まあ、どうなんだろうね。まあでも結局、助けなかったことにはね、変わりないんで。まあ、その辺がどうなるか。まあ、おそらくなんで、今日のニュースでやってたのは、なんか娘をずっと立ちっぱなしにしてたとかっていうのもあるし。だ結局、なんだろうな。まあ、なんだろうな。こう言い返したら本当に、あれ、お母ちゃんには悪いんだけど。やっぱ自分のね、腹痛めた子を、売ってでもやっぱ自分を守りたかったって、俺としてはやっぱ思っちゃうんですよね。あれこれ大丈夫か、このパーツ使ってんの。チクったぞ、ちょっと待って、俺使っちゃいけない方使ったな。あー、こっち使っちゃいけない方だ。間違えて切っちゃった。これ、こっちと戻しとこう。これ、列車無線アンテナ B ってなんか2種類あるんですね。俺さっき使ったも正しいんですけど、これちょっとね、今説明したんですけど、これ信号変換が上な、下なんですよ。そっち側のアンテナ使ってんですけど、その上側のアンテナで取り付けの穴がずれてるんで、使っちゃいけないみたいなんです。だけど、こっちのね、穴が真ん中にある方を使っていきまーす。よかった。間違った方が気がしなくて、さっき。なんか今取り付け位置が変だなと思って確認しよかった。まあだから、まあおそらくでも、まあ障害、どうなってんだろうね。まあおそらく父親に関しては障害致死が濃厚だとして、奥さんどうなるかね。おそらく奥さんの方に関しては、精神不安定取ってあげてもいいと思うんですけど、まあそれに関してはね、裁判とかで争いになると思うんでね。まあ俺が言えることじゃないですけど。まあ一般的に見てあげると、情状酌量の余地がどうかとしても、奥さんも被害者っちゃ被害者だからな。やっぱり旦那を恐れて止めに入んなことに関しては、やっぱ俺もそれに関してはね、罪としては重いと思いますね、個人的に。だから、世論がどう思うかだよね。それはちょっと俺正直気になる。あべ！アンテナパーツ行くとか吹っ飛んだ。まあいいや、吹っ飛んじゃったやつは別の車両からちょっとパーツ借りましょうかね。多分他の車両探せばうっすら残ってるかもしれない。さっきの車両穴が緩いからさ、大丈夫かなと思ってたんですけど、まさかパチーンってどこ飛んできたな。マジで飛んでっちゃった。ホームランのように飛んでたからね。一応こんな感じで、まあ、このね、ない子に関してはね、ちょっと別の車両からね、ちょっとパクるなりなんなりして、ちょっと穴埋めしたいかなと思ってね。まあ、場合によってはこっちの列車無線ってのは、穴後ろぶち切って、突起これぶち切ってちょっと接着剤でね、つけてもいいかなと思いますんでね。そこに関してはね、ちょっと考えておきます。探してみてもいいかな。やっぱ毛抜きで弾き飛んでいくから見当たんねえ。まあいいや。そしたら最後にね、アンテナだけ2本つけて、終わっちゃいましょうかね。
先にね、まず列車無線アンテナの A から行きます。それでまたね、穴に差し込んで。これあれだね、列車無線アンテナに関してちょっと今回予備ないっていうのは痛いね。うまくいった。よし、こんな感じかな。ちょっとね、本当にこの車で1個だけのアンテナパーンって飛んでいっちゃったんで。209系だから、多分あれだな。南部線かなんかの車両探せばあるかな。まあ、なかったらね、この、取り付け足切って、まあ、上だけはね、一緒なんで、パーツがこれ。だからね、後ろの足だけ切って、どうにか流用したいかなと思いますんでね。まあ、その時にはね、インネタ貼り付けか、ステッカー貼り付けの時にね、お見せできると思いますんで、お待ちください。ではね、一旦今日はこれで、もう9時過ぎたんで終わりにしたいと思います。ではまた次回のところでお会いしましょう。ありがとうございました。